1番2番3番4番6番5番スタートしました。センター3コースからは3号艇の中村がスリット先行しました。一周一幕センター3コースからまくりに行く3号艇の中村、いい1号艇の青木が応戦していきますが、流れて内側からは4号艇の小葉が指して、さらには土を通って6号艇の浦田も指してきました。向こう上面中間点、さあここは内をついていった6号艇の浦田が4号艇の小葉と並んで先頭争い。スタートは前提正常でした。2マークは6号艇の浦田がコーナー先取る体勢、4号艇の小葉が指していきますが、6番の浦田がトップに立ちました。直線コース2停止先行して、これから2周目、2番手は4号艇の小葉が追走して、離れた3番手は3号艇中村、上位3艇は6番4番3番となって2周目1マークです。トップ6号艇の浦田が2周1マークをクリア、4号艇の小葉が2番手追走、3号艇の中村が3番手でバック側に入っていきます。その後ろ当て間隔開いて、後方は2番5番そして1番の青木にアクシデントです。レースは2周2マークへと移っていきます。先頭から6番4番3番の体勢で2周目2マークを旋回、直線コースへと帰ってきました。なおここでお知らせいたします。1号艇の青木選手は転覆失格、1番青木選手は転覆失格です。ボートレース平和島シリーズ4日目の熱戦、第4レース予選競争が始まりました。なおこのレース4号艇で出場予定でした小林亮太選手は欠場となっています。レースコースは第5レース東京ベイランチが始まりました。なおこのレース4号艇で出場予定でした青木蓮選手は欠場となっています。123そして456です。11レースのスタートが切られて、角14番渡辺がへさき覗かせての1周1マークです。2番の黒柳は差しハンドル、3番カシノは外続くが、1番尾上がすっきり快勝ムードです。スタートは前提正常でした。逃げていきました人気の1番尾上です。これを追って差がついての2番争い、3番カシノにへさきかけて、おっとっとっとアクシデント。さて今3番のカシノとそして黒柳が絡んでしまいました。なおここでお知らせがございます。2番の黒柳が妨害による失格、3番のカシノは転覆失格となってしまいました。1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。2コース3号艇口トップスタート、インから1号艇神田もスタートは決めた。1周1マークイン先制1号艇神田、3号艇口のサーシハンドル、2号艇浦上握っていって、内から4号艇岩永間を運んで6号艇静かでバックスレッジ、深いも何のその持たせました。1号艇神田押し切り成功、リーダー早くも5停止、2番手4号艇岩永優勢スターター正常。1周の2マーク2着争い、6号艇静かが先に回りに行く、指していくのが4号艇岩永、この懐3号艇口です。3艇による2着争いか、真ん中は4号艇岩永、内から3号艇口、アウトコースから6号艇静か、おっと2号艇浦上はエンスト状況か。これから5艇は2周の1マークです。ここでお知らせいたします。2号艇浦上は失格、2番は失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇久田、そして5コース5号艇松田の2人は早いタイミングです。ただいまのスタートは判定中です。
お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク回ったところでお知らせいたします。残念ながら3号艇須田、そして5号艇松田、10レースの3番と5番はフライング変換欠場となりました。お手持ちの投票券どうぞレース終了まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。最終日のオープニング戦第1レース、スタートします。1番、4番と2人が好タイミング、イン1号艇鈴木、風から4号艇、おっと1号艇これは非常に早いすぎるタイミングだったか、バックへ入った。残念ながら1号艇の鈴木重隆選手がフライング。1に関する投票権はすべて返還されます。ご注意くださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第11レースの選抜戦競争です。スタートしました。1号艇トップタイミングの佐藤博明でありますが、2番、3番あたりが出ている展開で、6号艇高タイミング、6号艇伸びてきた松下、1号艇早走再生指導権で佐藤、3号艇真ん中バッター中村雄介、ここから5番、6番絡みながら6号艇の松下直也が5号艇を抑え込みながら旋回していますが、1番、3番、6番が上位を形成している佐藤引き返し続行、スターター前提正常であります。3号艇の中村雄介2番ターン、6号艇絡んでいって、松下がコーナー先に待ったが冷静態度に、3号艇は気をついた中村雄介、コーナー先に回った6号艇の松下のインコースから5号艇の杉原、ただ1周の1マークに向かっては伸びられ気味だっただけに、さあ5号艇杉原こらえるかどうか、6号艇松下の方が覗いてきました。5号艇杉原3番手ターンで先に動いたが若干前が詰まってターンが流れた、6号艇は気をついて冷静に回った6号艇の松下直也が3番手、1番3番6番が上位を形成しています。トップタイミングから押し切り成功の1号艇の佐藤博明、真ん中割っていった3号艇の中村雄介、6号艇の松下、おっと松下振り込み気味、 V へ寄って切り直してターンが流れ、5号艇は気をついた隙柄、再逆転があるかどうか、いやただあれだけ切り直してももう横にいます6号艇の松下直也、井原貴俊が踏ん張るか、6号艇の松下の挽回チャージあるか、ドンと外、わーくそっと、これは振り込んだ転覆、松下5号艇の隙柄が単独3番手に浮上しています。残念ながらお知らせいたします、6号艇の松下直也選手振り込んで転覆失格。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スローゼイコースタート、中でも3号艇の津田がわずかにいいスタートです。逃げの体勢は1号艇の島倉、2号艇孫崎と5号艇の西舘、まくりにいった、ちょっとバランスを崩しました、5号艇の西舘、そして6号艇の長島にもどうやらアクシデントです。1号艇島倉が先頭、2号艇の孫崎2番手、4号艇松尾3番手、そして3号艇津田4番手、スタートは正常、スタートは正常です。お知らせいたします、5号艇西舘美里妨害失格となっています。5号艇西舘美里妨害失格となっています。そして6号艇長島も失格、6号艇長島転覆のため失格です。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。トップスタートを決めたのは外6号艇の井内、1枠の攻防です。先頭を取ろうと打ち、1号艇の塩崎、2号艇の高浜刺してくる、握った3号艇の西野、おっと候補ちょっとアクシデントでしょうか。先行争いは1号艇2号艇、スタートは正常でした。お知らせいたします、4号艇の倉尾大輔は妨害失格となりました。5号艇の村松失格となっています。1番、2番、4番、ダッシュ3番、6番、5番です。
スタートしました。わずかに内側の3艇が好タイミング。1号艇2号艇4号艇1周の1マークです。逃げる1号艇品田、2号艇川口が指して、4号艇角倉がまくり出し、狭いところついて向こう上面に張ります。先頭争いですが、まくり出していった4号艇角倉、若干センターから覗いている。内側から2号艇川口、外から1号艇品田、内々からは3号艇長野となっています。なおスタートは正常です。4艇による先頭争い、左内から行くのは3号艇長野、さらには2号艇川口、外前4号艇角倉、内側切り込んだ1号艇品田、ホームに帰って先頭抜け出したのは4号艇角倉、そして2番手ですが内を救った1号艇品田、3番手は3号艇2号艇接戦状態。レースは2周目1マークへと入ります。若干リードを取って先前は4号艇角倉、2番手3号艇長野が先取っていくが、内側ついてくる1号艇品田向こう正面に張ります。2番手は3号艇長野、3番手1号艇品田となっています。上位体系は4番3番1番の体制でレースは2周2マークです。先頭は4号艇角倉、2番手からは3号艇長野、内狙っていきますが、先頭4号艇角倉、2番手からは3号艇長野、3番手と後方もつれた、後方アクシデントとなっています。レースはこれより最終周回へと移ります。レースは3周の1マークから向こう正面です。3周の1マークから向こう正面に入っています。お知らせいたします。2号艇川口隆久妨害失格、1号艇品田直樹転覆失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センター勢がコースアウト、トップタイミングは3コース3号艇堀本、角4コース4号艇辰馬となっています。しかし先手はインから1号艇深川、サス2号艇葛原に、まくり出しは3号艇堀本、内側から4号艇辰馬、向こう正面に張りますが、先頭わずかに踏ん張っている。一定身リードは1号艇深川、すぐ後ろすぐに外に持ち出して2号艇葛原が追走、3番手内側から4号艇辰馬となっています。なお9レーススタートは正常です。一周にマーク1号艇深川に競りかけるか、4号艇辰馬、2艇の懐ついてくる2号艇葛原、ホーム側へと戻っています。先頭は3艇新リード1号艇深川、2番手からは2号艇葛原、3番手こちらは5号艇4号艇並走となっています。レースはこれより2周目1マークとなっています。なお後方1艇置かれている状況となっています。2周目1マークから各艇向こう正面に入っています。各艇向こう正面に入っています。上位体系目下のところ1番2番5番の体制、後方1艇置かれている状況となっています。レースはこれより2周2マークからホーム側へと移っていきます。現在1番2番5番4番6番が構想中となっています。後方1艇置かれている状況となっています。お知らせいたします。6号艇川口隆久妨害失格、3号艇堀本和也エンスト失格となっています。これはいかん。1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。さあ6コース6号艇大沢、あるいは1コース1号艇石田、この辺りがスリット優勢ですが、1号艇の石田が先に回る、外行く3号艇の原田、あとは2号艇の山口、後方4番6番5号艇の岡本はアクシデント、5号艇岡本アクシデント、なおスタートは前提正常でした。5号艇岡本はアクシデントです。5番転覆失格、5号艇岡本は転覆失格、5号艇岡本は転覆失格です。のボートファンの皆様おはようございます。昨日華々しく開幕しましたボートレース芦屋読売新聞社杯開設71周年記念 G1 全日本王座決定戦、本日2日目です。初日メインの全日本王座ドリームは茅原裕樹選手がまくり差しを決め制しました。
さあ本日2日目はアシムドリームです。どんな展開となるでしょうか。強者たちの熱き戦い、本日もたくさんのご声援で盛り上げてください。それではオープニング予選の第一レースです。なおこのレース出走予定でした1号艇山田哲也選手は病気のため欠場いたします。そして大外にルーキー5号艇安コーチ、1番2番3番4番6番5番でスタートしていきました。お知らせいたします。ただいま早いスタートが見られます。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。向こう正面アクシデントも起こっているんですが、現在5艇構想しながら1番3番4番というところでお知らせをいたします。1号艇の片岡がフライング変換欠場、1番の片岡フライング変換欠場です。1番に関する投票券はすべて払い戻しいたします。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。先頭からは3番4番2番、その後5番で2周目と移りました。なお1周の1マークにおいて6号艇の岡本が転覆のため失格、6番の岡本は転覆のため失格となっています。1番4番2番3番6番5番でスタートしてきました。これは早いスタート見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。確定無効上面と入りました。先頭からの順は 1,2,3 その後4,6,5 ですがお知らせいたします。1号艇の村上がフライング変換欠場、1番はフライング変換欠場です。1番に関する投票券すべて払い戻しです。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。